こんばんは。ランタンゴです。やんねえよな。よし、それじゃあね。だけどさ、あのさっき俺言ったけど、久しぶりの俺がギター弾いてるって話したけど。っていうことはさ、この人たちもやってないわけだからね。あ、それにしてはよく覚えてるよね。ね、一緒に始めて一緒に終わるっていうもんね。なんかあったね。ワングラスタートの歌、離婚したベイビー。あ、じゃああれかに行くか。Thank you.
平まさか。昔ね、世界残酷物語っていうさ、ね、あとね、あれも七不思議みたいなね、いろんなせ、まだあの頃ほら、1ドル365円だったよ、360円か、なんかでさ、外国の情報もないじゃん。なんで、アフリカのなんか、木に、妊婦がさ、木に吊るされててさ、で、下でこうやってこう、なんか、葉っぱでっかい、赤ん坊が生まれてくるの待ってる、これこうボトンと落ちてくるじゃん。そういうのね、あれがさ、すっごいこう
なんか世界残酷物語って日本の題名がついてるんだけど、要するにそういう世界の気候っていうの、こんなのやってね、なんでこの話が始まったのか分かんないんだけど、それの、ね、中でね、アフリカの同人がさ、大地のいろんな獲物を取って生活してる自分、その大地にお礼するんでさ、地面に穴掘ってさ、自分たちのあれを入れるんだよ。それ見てね、友達と帰ってさ、自分家の庭で一緒にやって、あ、これか。なんでそういう話になったの。知らないあ、その頃一緒にいた人のことは、平常時をやろうと思ったけど、平常時ってね、その頃はずっと一緒に来てた、僕のギターの、バンドの師匠もいるんだけど、その人を追悼した曲を作りましたので、平常時聴いてください。You came by out of the sound of my dream.
コード大賞とかさ、はい、ああいうの受賞した人が歌うじゃん、うん、途中でこう詰まるじゃん。とは違う、さっきの一人でも5、6人のパワーがあるね。早くしちゃダメだね。何回かことしちゃダメだね。世界の人に発信してよ。Hey boy!
見事に思い出尽くしで1時間来たね。一部の思い出の最後なんかある？ジョージアでもやるか。Oh,
ファンじゃない。一部の興行が終わりまして、今あ、それやるんだっていうような顔しておりますけど、なんか聞いたらね、全部やりたいですね。まあ、ヨッピーと平野は紹介しましたけど、平野正尚ゾンベイビーです。岡本芳美のドラム、またあのダイニングをやらせていただきます。9時10分ぐらいからね、9時10分集合、ここでね、いろいろやることだったらいろいろどうもありがとうございました。ファンタウンでした。